どうもこんにちはジャガイモでな、まあ、今日は何を話そうかなと思ってたんですけどさっきスーパーにちょっと買い物に行ったんですねでパチンコ屋の前を通ったんですけど平日の昼間なのにそのパチンコ屋の前にたくさんの車が停まっていたんですねパチンコっていうのは ピンボールとスロットマシンを合わせたようなゲームで日本で最も一般的なギャンブルですで平日の昼間なのに多くの人がパチンコをやるんだなと思って驚いたんですよでも実は日本ではギャンブルって違法なんです競馬や競輪 ボートレースなど国が管理しているギャンブル以外は全て違法ですだからカードゲームとか麻雀でお金をかけることも違法なんですねでパチンコ屋っていうのは日本中どこにでもあってでどれも民間企業なんですねで多くの人がパチンコ屋でギャンブルをしてます でも誰も誰逮捕されませんこれって何かおかしいですよねそこで今日は日本独自のギャンブルパチンコとそれがなんで合法なのかについて話をしていきたいと思いますこのポッドキャストに出てくる重要な言葉を最初にリストアップしておきましたまずは その言葉を確認していきましょう。合法、違法、うん、油っぽい、独立、現金、循環、賞金、娯楽、依存症、貯金、借金、規制。 禁止これらの言葉が文章の中でどう使われているのか注目しながら聞いてみてくださいそれではいきましょう先ほども言った通りパチンコとはピンボールとスロットマシーンを合わせたようなゲームでかつには スキルと運両方が必要です。パチンコ台のサイズは横が50センチ、縦が80センチぐらいでパチンコ屋に入るとパチンコ台が何百台も並んでいます。まあ普通のパチンコ屋だとパチンコ台はだいたい500台ぐらいあって大きな パチンコ屋だとそうですねま1500台とかそれぐらいはあったりしますねで多くの人が椅子に座って黙々とパチンコをプレイしてるんですけどパチンコ屋の店内はとても明るくて大きな音量で音楽が流れていてすごいうるさいんですよね勝ちたいって思わせるようなそんな音楽が 流れています店内がすごくうるさいので隣の人と喋って友達になったりすることはあんまりないですね。パチンコ屋では男性の客がだいたい70%ぐらいで女性の客が30%ぐらいです。年齢層は様々で。 大学生から高齢者までいろんな年齢の人がいます。でも18歳以下は入場禁止なので子供を連れての入場はできません。パチンコをするにはまずはパチンコ台を選ぶところから始まります。パチンコ台には いろんな種類があって映画やアニメゲームのキャラクターのパチンコ台もありますただ同じモデルのパチンコ台でも勝ちやすいものと勝ちにくいものがありますパチンコ台の上にデータが表示されてるんですね何時間プレイされて 何回当たりが出たかとかそういうデータが表示されていますこのデータを見ながら勝てそうなパチンコ台を選びますただこういうデータを見ながら店内をうろうろして勝てそうな台が開くまでずっと待ってる人がいるんですねこういう人たちはハイエナ と呼ばれていますただハイエナ行為は禁止されていて見つかるとお店から追い出されちゃいます勝ちやすいパチンコ台でプレイするために朝早くから店頭に並ぶ人も多いですねあとは勝ちやすいパチンコ台の取り合いになって喧嘩になることもあるそうです でプレイするパチンコ台を選んだらパチンコ台の左側にある機械にお金を入れますそうすると小さい鉄のボールがたくさん出てくるんですね一般的には1つの玉が4円ぐらいなので1,000円払うと玉が250個出てきます 一日パチンコをプレイしようと思うと、だいたい3万円から5万円ぐらい必要です。多い人は一日10万円ぐらい使うそうですね。1万円だけでプレイしようと思うと、30分とか40分ぐらいしか持たないそうです。で、パチンコ台の右側にハンドルがあるので、 それを回すと弾が打ち上がりますパチンコ台には画面がついています画面には音と映像でいろんな演出が表示されるんですねでその画面の下にポケットみたいなものがあってそこに弾が入ると画面上でスロットが回り始めます スロットで3つの絵柄が揃うと玉がたくさん出てくるんですね。で、玉がたくさん出たら、まあその時点でやめることもできますし、さらに多くの玉を取るために続けることもできます。鉄の玉はプラスチックのトレイに入れて足元に置きます。たくさん飼っている人の足元には、 このトレーが何段も積み重なってますで一回勝つとまた勝てると思ってどんどんお金を使ってしまうみたいなんですねでも逆になかなか勝てない時はもう少しやれば勝てると思ってやめずにどんどんお金を使っちゃうんですねで中には勝てない時に イライラしてパチンコ台をこうバンバンって叩く人もいるんですよね多くの人が長時間パチンコをプレイするんですけどプレイ中にお菓子を食べたりすると周りから嫌な顔をされますまあ例えばポテトチップスとかを食べながらパチンコをすると手が油っぽくなって で、その手でハンドルを触ると、ハンドルが油っぽくなりますよね。で、お腹が空いたときは、店員さんを呼んで、手を使って、ご飯を食べますって合図を送るんですね。パチンコ屋の中は、すごいうるさいので、声が届かないんですよね。で、そうすると、 店員さんは休憩中って書いた札をパチンコ台に貼ってくれるんです。で、そうすると30分とか40分ランチ休憩が取れます。あと、今ではパチンコ屋さんはほとんど禁煙です。でも、加熱式タバコは OK、のお店も結構ありますでパチンコで勝って獲得した玉はどうするのかというと当然この玉を持ち帰るわけではありませんパチンコ屋にはさまざまな景品が用意されていますお菓子やお酒フィットネス製品やライターなど がありますねでも誰もそういう景品と玉を交換しません僕の友達で10年以上パチンコをやっている人がいるんですけど彼は今まで一度もパチンコの玉を景品と交換している人を見たことがないそうですじゃあどうするのかというと 通常は獲得した玉を金貨などが入ったプラスチックのカードと交換します。でパチンコ屋の外には必ずですね交換所と呼ばれるお店があるんですね。彼らはパチンコ屋とは独立した存在で。 パチンコ屋とは何の関係もないことになっています。でもみんなパチンコ屋でもらった金貨が入ったカードをその交換所に持っていくんですね。そうすると交換所はその金貨が入ったカードを現金で買い取ってくれます。つまりパチンコをやる人は パチンコ屋ではなくて交換所でお金をもらうことができるんですね。で、その金貨が入ったカードはパチンコ屋がまた買い取ります。で、こうやってお金が循環してるんですね。まあ、つまりパチンコ屋でもらえるものは金貨が入ったカードなので、それは当然お金ではありません。 まあだから、プレイヤーは直接賞金をもらえるわけではないんですね。なので、パチンコは法律上、ギャンブルではなくて、娯楽ということになっています。まあつまり、パチンコは娯楽なので、ギャンブルが違法な日本でも、まあ合法っていうことになってるんですよね。 僕の周りの人に聞いた話だと、勝つときは、5万円とか10万円ぐらい儲かるそうです。まあでも、当然負けることの方が多いってみんな言ってますね。で、みんな負けるのは分かっているけど、やめられないっていうふうに言ってます。まあ僕はこれはかなりグレーだと思うんですけどね。だって、 明らかにギャンブルじゃないですかまあ僕の周りでもパチンコをやる人はたくさんいますけど全員がパチンコはギャンブルだと思っています日本ではギャンブル依存症が深刻な問題なんですよねで特にパチンコへの依存が多いと言われています まあ先ほども言いましたけどパチンコやって本当にどこにでもあって誰でも気軽にパチンコをプレイできるんですよ、まあ、日本の田舎だとパチンコが唯一の娯楽だったりするんですよねまあ日本はストレスがたまりやすい社会なので仕事のストレスを解消するために パチンコをする人も多いです。でギャンブル依存症の人はパチンコをするために貯金を使い果たしたり借金をしたりします。まあ中には借金が原因で離婚する人もいますし借金が重なって自己破産する人もいるんですよね。生活保護 を受けている人がパチンコにハマってしまい生活がさらに苦しくなってしまうこともあるそうですパチンコは国際的に egm ギャンブル用電子ゲーム機と呼ばれていてある研究ではギャンブルの中で最も依存性が高いと言われています 勝った時に出る映像と音声が気分を高揚させるからですね世界には約770万台の EGM があるそうなんですがこのうちの約60%は日本にあるそうです日本では国民28人に対して1台の パチンコ代があるそうですまあ日本の政府はパチンコをギャンブルとして見ていなくて娯楽として見ているのでギャンブル依存症への対策が不十分なんですよ、ね、まあ国によっては例えばギャンブル依存症の人はカジノに入れないようにしたりとか そういう対策をしてるんですけど、まあ、日本ではパチンコはギャンブルではないのでそういう規制は一切ありません誰でも自由に入れるパチンコ屋さんが日本中に大量にあるんですよねまあ僕はパチンコを法律で禁止したりするのは 無理だと思うんですよまあでにその業界で働いている人もたくさんいるわけですからまあなので僕は国がパチンコはギャンブルだと認めてパチンコ屋にしっかりとギャンブル依存症への対策を取らせるべきだと思います。と、まあ、ということで 今回のポッドキャストはこの辺で終わりにしたいと思います皆さんの国ではどんなギャンブルがあるのかもしよかったらコメントで教えてくださいこのポッドキャストが面白かったり参考になったという方はぜひ like ボタンのクリックチャンネル登録そしてコメントよろしくお願いします それではまた次の動画でお会いしましょう。ジャガイモでした。さようなら。